B 型はドイツの鉄道車両メーカーであったデュッセルドルフ車両、製造所製の電車。ドイツ各地に開通したシュタットバーンと呼ばれる地下鉄向けに開発された連接式車両である。1960年代以降、西ドイツの各都市ではモータリーゼーションの進展から道路の混雑が深刻化し、従来の道路上を走る路面電車では定時運転が 難しい状況に陥っていた。だが、その一方で、路面電車の輸送力の高さを見直す動きも存在し、道路と分離した専用軌道への移設など様々な施策が実行に移されるようになった。その一つが、都市部の平用軌道を地下のトンネルに移設し、路面電車と同じ小規格の地下鉄網を建設するというシュタットバーンであった。その動きが特に盛んだったのは、 ケルニやボン、ドルトムーント、デュッセルドルフなどのラインルール大都市圏で、従来の路面電車や電気鉄道網を拡張し、各都市をつなぐシタットバーンの計画が次々に進められていた。これに合わせて、ドイツの鉄道車両メーカーであったデュッセルドルフ車両、製造が、ボンやケルンで路面電車を運営する、各事業者と共に開発したのが、 シュタットバーン向け連接式電車である B 型である。B 型は両運転台の2車体連接車で最大3両まで総括制御による連結運転が可能な設計となっている。そのため車両には自動連結機が備わっており、当機には加熱設備により氷結を防ぐ。高速運転を目的とし、シュタットバーンで運用されることから最高速度は 時速 80km 時速 100km と従来の西ドイツにおける路面電車車両と比べて高く設定されているほか全長も 28000mm と長くなっている。また高床式プラットフォームが設置された路線での運用を前提としており両開きの上高扉は高い位置に存在するが従来の低床式プラットフォームに対応するため 扉の下部には折りたたみ式のステップが搭載されている。車体設計については、ドイツにおける路面電車及び普通鉄道双方に適合した設計が用いられている。B 型は導入された路線の条件や技術の向上により、最高速度や機器、編成が異なる多数の車種が展開された。これらの形式名及び使用所源は以下の通りである。 1973年にボン向け車両が導入されて以降、B 型は以下のドイツ各都市へ向けて1999年まで量産が行われた。導入された車両の中には連結運転を前提とし、定員数を増加させた型運転台車両や車内に調理設備を有するものも存在する。その一方で B 型は期間 1435mm のみに対応しており、 期間線ミリメートルの路面電車が存在する S 線では B 型と従来の路面電車が共に走る区間が3線軌道で建設されている。2000年代以降、後継車両の導入により各都市で B 型の廃車や譲渡が行われているが、その一方でケロンやボンをはじめ、今後も B 型を継続して使用するため車体や内装、機器の更新が 積極的に実施されている都市も多い。以下に取り上げるのは B 型の更新工事の実例である。更新工事が行われた車両本のシュタットバーンである、ボンシュタットバーンには開通当初から多数の B 型が導入されていたが、製造から40年が経過した初期車について、2010年代でも、車体は良好な状態を保っている一方、電気機器については老朽化に加え旧来の技術を、 用いることから陳腐化が目立っていた。また、各メーカーの新型車両についても、ボンシュタットバーンの使用条件に適したものは存在せず、高額な導入費用も課題となっていた。そこで、シュタットバーンを運営するボンシュ交通公社と、ボンラインジーク電鉄は25両を対象に更新工事を行うことを決定した。主要な改造箇所は電気機器で制御装置が 新造品の電気子直波制御装置に交換され、制度を使用時に電力を回収可能な回生ブレーキを搭載することで消費エネルギー量が大幅に削減されている。また運転台も再設計が行われ、全面形状に変化が生じている。2007年に計画が発表された後、2012年に最初の試作車が完成し、 以降は2019年現在も改造が継続して行われている。また、対象となった車両は B80CZ という形式名で呼ばれている。更新工事が行われた車両ケルンのシュタットバーンであるケルンシュタットバーンには2002年以降、ボンバルディアトランスポーテーション製の新型電車が導入され、初期の車両が廃車、もしくはトルコのイスタンブールへ譲渡された一方、 1984年から1985年にかけて製造された28両については、新型車両を導入するよりも費用が安価で済むという利点に加え、車両の状態が予想以上に良好であったことから、大規模な更新工事が実施されることとなった。改造内容は多岐にわたっており、前面を含めた運転台は新設計のものと交換されているほか、 連結運転を前提とすることから、車体も、カッター運転台式に変更されている。また、電気機器や配線も、手電動機を除いて変更され、冷暖房双方の機能を備えた空調が完備、されているほか、双方向ネットワークシステム、CAN を用いた、各種機器の自動診断、管理システムも搭載されている。車内も車椅子や、ベビーカーが、 設置可能なフリースペースが追加されているほか、変運転台式に改造されたことから、座席数も増加している。2014年から最初の2両が営業運転に投入されており、2017年までに全28両の更新工事が完了している。また、更新工事が実施された車両は、番号も変更され、従来の2100番台から2400番台となっている。 ドルトムントのシュタットバーンであるドルトムントシュタットバーンを運営する DSW21 は2018年にハイターブリック製の新型車両の導入とともに既存の B 型のうち64両についても同社やキーペによって更新工事を行う契約を交わした旨を発表した。これは車両の近代化に加えシュタットバーンの慢性的な混雑解消を目的とした 輸送力増強によるものである。改造に際しては、内外装を新型車用、バモス HF と合わせることを目的としており、二重窓による断熱、防音性の強化、空調システムの最適化や運転室への空調の設置、車内案内表示装置の充実などの改造が行われる。また、台車についても空気バネを用いたニーリング機能を搭載することで、 すべてのプラットフォームと電車の間の段差をなくす。これらの改造は2020年から実施されることになっている。防フムとヘンネを結ぶ防フムシュタットバーンで開業時から使用されている B があったについて、シュタットバーンを運営するボーガストラは2021年以降、スイスのシュタットラーレールによる内装や運転台、主要機器など大規模な更新工事を行う計画を発表している。 ありがとうございます。